みっくりとめいえいた試合ついにやった試合前みくるさん言ってました。いや普通になんか弱そう、世界中をどよめかせたいな。自信はめっちゃ持ってた。3分3ラウンドじゃん、全然俺いけると思うんだよ、ぶっちゃけ。はっきり言うとヒカキンさんも応援してます。とうとう試合の日やってきた。ミックルのパンチあたり、メイウェザーの顎上がる。だけれど2ラウンド終了間際にダウンして、そのまま KO だ。試合後記者会見、地面が歪んでて立ち上がると思ってたけど多分立ててなかった。メイウェザーはやっぱり異次元、全てがレベルが異次元でしたね。技術が異次元でした。試合後動画出した、ヒカキンさんがコメした。間違いなく路上の伝説でした。皮肉煽りだと思われる。当然 SNS も盛り上がると思ったあら、試合結果よりもごぼうや花束さっかのぼること。試合前ごぼうの戸の人が花束贈ってたんと、そしたら花束床に投げ捨てた。まさかの行動にみなぜん胸くそなことに、日本中が終わる。日本の恥だ、品性下劣だ、二人の闘志に泥塗った。国民みんな怒り、怒りのあまりごぼうと仲良くコラボしていた人にも怒りの矛先向け叩く。被害を受けた有名人、緊急で声明を出す。みんなそこでごぼうのことをちゃんと批判して誤解解く。いろんな人たちが怒りの動画上げる。もはや試合のことはどこへやら、日本中みんなごぼうごぼう。その盛り上がり嗅ぎつけ、ヒカルさんが動く。火を見ると飛び込みたくなる。ヒカルごぼうを呼び出し緊急コラボ。さすがのヒカルさんも今回火消しできんのか。あの子でやったことに対しては僕めっちゃ悪いと思ってるんですよ、正直。それはどう思います？あの行為自体は適切ではなかったと、まあ、深く思いました。まあ反省してるみたい。私は私の思いがあったんですけど、本当に多くの人をしんどい思いにさせて、日本のイメージまでマイナスにとんでもない過ちをしてしまったのかなというふうに、まあ、反省。言い訳せず謝れと、ヒカルに殺到されて、全ての方々に対して、そして何より朝倉未来選手とメイウェザー選手、本当に申し訳ありませんでした。なぜか一緒に頭下げ、ヒカルにみんな感動。言い訳せずに謝罪させたことも、ヒカルが称賛されていく。紳士的なメイウェザー、株が爆上がり好感度